ちょっとね、エミールそんな顔でちょっと俺のこと見てほしくないんですけど、動画の構成間違えたなお前みたいな顔で見るのやめてもらっていいですか。いた、え、何、悪いことしてないじゃん、これ取りたい、違うって。ねえ、何それ、その光ってるの、あなたたちの子供、違うでしょ、取らせてよ。ガード硬、ドキドキ、お魚釣りタイム、テレッテ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 レッテデーン、サーディーンをあと9匹釣ります。ナイスサーディーン、バケツだ、バケツ釣れるんだ、いいな。あ、もうめっちゃ釣ってるわ。おじいさん、なんとも言えない気持ちになったね。おお、ちゃんと釣れたか、よしよし。2日後どうだ、前よりもうまく釣れるようになっただろう。え、俺妹2日もほっといて釣りしてんのこれ、大丈夫、うん、だけどその練習だけで2日も釣りし続けてるよ。そうだよ、釣りの技量が向上した、クエスト釣りをする人をクリアしました。後ろ向くな、まだ用事あるからクエスト受けよう。あれでも知らん魚や、これ釣れるようになってんのかな。あ、なんかこいつむずいぞ、こいつむずい、これマグロだ、これ絶対ご期待ください、これすごい引きが強い、これ絶対マグロ、はいご期待、マグロだわ、マグロマグロマグロです、マグロ。7匹って結構だよな。だっ、あ、これやばい、ちょっと待って、体力減らない、これじいさんだ、やばい、あのやばい、あいつだ、絶対に、うわこれじいさんだよ絶対、えぐっ、バヌアツ、よし、え、待って、動かぬものだこれ、すでに死んでいる、待って、これや、出た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 、サーディンより強きものだ、そろそろ釣れますね、来い、ドン、え、なんだなんだ、タイだ、ブリーム、知らない名前で呼ばないで、よしよし、ただいま。おじいさん、釣ってきたよ。マリオみたいなヒゲしやがって。さて、次の。うわ、知らんやつや。川か。これ、海じゃない。川はね、ミミズなんですよ。何してんの？ねえ、後ろで何してんの？カイネ。カイネ？怖いんだけど、ねえ。うわ、怖い！あ、これ、あるぞ。これワンチャンある。なんかさ、これちょっとオートマターの時もなんか、おい、なんか画面にめっちゃ血が出てるんですけど。すごいことになってる。これニジマスじゃない？ナイス。ニジマス7だよな。これ結構かかるな。これまだニジマス結構釣ったんじゃね？これもう。だからありそうですよね。あ、ほら。結構簡単に釣れた。帰るぞ。確かにニジマスだ。腕を上げたな。でしょ？今回教える技は習得が難しい。そこそこいいのが釣れるようになるんじゃない？覚悟するんじゃぞ。1週間後、妹をほっといて1週間、少し休ませて。そんなにキリキリ釣りとはこのような過酷なものだったのか。で、まだあるんかな、これまだあるね。弟子一の今回のお題は、あ、ブリーム5匹、あー足りなかったね。まあこれサーディンで釣れば多分、あ、白の人が黙るようになってる。喋らないの？魚が逃げるのである。すげえマスターしてる。喋らない白は変だと思って。あ、これ強いな。喋っても良いのか。これ強いぞ。ダメなんかーい。魚が逃げちゃうよ。いいコンビだな、おい。ブルーム結構かかるねこれね。うわー、サメだ。あ、びっくりした。違うわ、これサメかと思った。おい、やめろ、釣りしてんだよ、邪魔すんな。まだ釣れないからちょっと どっか行ってね。集中力切れる。そう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 。ナイス、揃った。じいちゃん、おい。おお、さすがだ。ささ早速わしに渡すのだ。なんか金に目がなくなってきたな。前のニジマスよりも高値で買い取りされていて。うんうん、そうよ。若いのが細かいことを気にするな。こいつ。便の出が悪くなるぞ。便の出は悪くならんやろ多分。おじいさん、
なんで魚釣る練習で20キロも全力で走らされるの？ハーフマラソンしとる。体力あってこその釣りだからな。魚との格闘は。そうだね。体力が大事なのだ。そうだね。それはそう。これどこまでやらされんだろう。今回のお題はブラックバス。ブラックバスを5匹だ。川だね。イエス。でルアーですよ。完璧。リ。ちょうどいい引き心地だわ。海のブルーム、川のブラックバスだわ。いけるね。ん？あ、ブラックバスなんだ。ブラックバスってなんかもうちょっと色あるけどね。こんにちは。おじいさん、釣ってきたよ。はい。おー、一夜だ。一晩でなんとかなった。釣りを始めた頃とは段違いじゃろ。段違いだわ、マジ、うん、すごく上手くなった気がする。しなりが違う気がする。練習きつすぎるよ。若いうちから楽をするでない。こんなこと言われても。あ、止まった。こんにちは。今回のお題は砂魚。砂魚。砂の海に住む変わった魚だから船着き場あたりで釣るといいぞ。どこ船着き場って。なんかそう、砂魚って書くからさ、砂漠かなとも思うよね。まさか釣りできるわ。あれ、あ、これあるんじゃないか多分。は、錆びた塊、デカめのゴミ。一生釣れない気がする。食いつきが特殊ってなんだろう。なんかわかるかな。わかったかも。今浮きが沈む前にさ、引っ張れたのわかった。いや待って、このこんなに喋ってて違う魚だったらちょっと恥ずかしいから待つわ。うわ、なんだ。はい、来ました。あのですね、浮きが沈まないです。浮きが沈む前にあのちょっと大きな振動があります。釣ってきたよ。まだ生きてんだな、じいさんな。お、教えられる技残り少ないって。釣りの技術が向上した。続釣りをする人をクリアしました。まだある。今回のお題はロイヤルフィッシュを3匹だ。ロイヤルフィッシュ。ロイヤルフィッシュって釣ったこともねえぞ。ミミズなん。ヒガってなんや。ここじゃないのか。もっともっと、ここ釣れそうだな。一応やってみっか。じゃ、これだ。お、やめろやめろやめろ。バカバカバカ。釣りしてんの。シャークでは？ロイヤルフィッシュだわ。釣ってきたぞ。君の金になるもの釣ってきたよ。じいさん、釣ってきたぞ。だんだんコツが分かってきた気がする。うん。おお。お、釣りに関してはすっかり一人前になった。これ最大レベルか？だが、わしをここ。どういうこと？動かすことができるかな？え、戦う？まだ。え、嘘だ。どんだけ強いのこの人？左手しか使っていないぞ。この状態のアラに対して左手だけで対処できんの？釣りがどうか。まだあるね。今回のお題は特別だ。特別？ブルーマーリンを2匹釣ってくるのだ。特別？わしが一度しか釣り上げられない。おいおい、一度しか釣り上げてないの2匹釣り上げるんかい。釣れれば晴れてわしと同等の釣り師となるのだ。これで最後かな。ブルーマーリン、まあ海だろうな。当たりの仕方違ったらこれでわかるから。違うわ。一発目で大きく震えたやつがいる。そしてこのギリギリ釣れそうな感じ、ブルーマーリンの可能性ありますねこれ。きた、ブルルルルル。ありがとうございます。本当に釣ってこようとは。超えたな。よし、わしの持つ最後の技を今教えてやるぞ。ということはこれラストミッションだったのか、もしかしたら。これでわしが教えられる技は終わりだ。だが、世界にはまだ未知の魚がおるからな。え、ミッションあるやん。今のお主なら
ハイネリアを使うかもしれん。ハイネリア？あ、なんかミッションの名前が違ったな今。この最後のミッションのレアウオは砂漠の可能性があるんですよ。砂漠で釣りづらかったのがいたんで。お？こいつ、こいつだ！来ました。まあ、古代魚ということだったんですけどね、私あの名前聞いたことなかったもので、どんな姿なのかわからないんですけど、もしかしたらなんか有名な古代の魚の名前が違うやつ、学名とか英名の可能性ありますよね。来ました、ハイネリアです。これで終わりだ。お、これで終わりだ。だって欲しいものだな。そうだな、教えてくれたじいさんに感謝しなきゃ。なんかリュウグウの使いぐらい長かったね。これだ。太古からその姿を変えずに生き抜いてきた伝説の巨大淡水魚だそうです。へえ。あれ、じいさんいないな。本当だ、何も気にせず話しかけてしまった。じいさん、じいさん、じいさん傭兵だったから。え、釣ってきたのに。そうだったんだ、道理で強い。殺すことないよな。めちゃくちゃショックなんだけど。ひどいことも散々してきたじいさんだからね。町では嫌われ者だったよ。誰も話しかける人なんかいなかった。あんたと釣りの話をしている時のじいさんは楽しそうだったよ。あんたにはそれを。ちょっとこれショックでかいわ。うわ、クエスト、釣りをしていた人ってそういうことか。クリアと同時に過去形になっちゃうんだ。俺、じいさんのために釣るよ。珍しい魚釣るよ。多分ここでサーディンで引っかかるやつだろ、多分。激レア魚。今なら釣れる気がするよ。見ててよ、じいさん。あーはー。これ、じいさんにあげよう。ルアー行ってみるか。お、これだ！確実にこれです。さあ、レア魚かどうかは分かりませんが、まだ釣れていない魚が3匹いるということで、そのうちのね、1種類であることはおそらく確実です。来た来た。は？ちっちゃいな。ダンクローステウスなん？ダンクローステウスなら小さすぎます。ダンクローステウスはデボンキーに海をですね、割歩してためちゃくちゃ有名な魚で、ダンクローステウスが何が有名でかっていうと、ごめんなさい、好きなんでめっちゃ喋るんですけど、その時代の魚の中で強靭な顎を手に入れた、魚なんですよ。ダンクローステウスはね、すごいかっこいいです。ダンクローステウス釣った、いや、めっちゃかっこいいんすよ、この魚。生きている化石とも言われる伝説の巨大化。今はいないでしょ。これは多分このゲームの中のはずね、話なはず。はい、というわけでどうも、取れたて新鮮未公開アルナンディスでございます。アラン、アラン、こっち向いて。あ、そう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 。というわけでね、ここまでで生放送のね、アーカイブをまとめて、おじいちゃん、今までありがとうみたいな話になってたと思うんですけど、どうやら、まだね、2匹、ニーヤレプリカントの中で釣りをするにあたって、コンプリートしてない魚がいるみたいなので、まあ、今日、ここからの動画は、その釣れてない2匹をね、釣っちまおうぜ、なんていうような、そんな、部分になっております。で、多分なんだけど、海でダンクローステウスが釣れたので、川と、砂漠かなと思っております。記憶に新しいのがいて、確かなんだけど、砂漠でサーディン使った時に、一番最後の釣りクエストをクリアする前だと、釣れなかった魚がいるんですよ。なので、ちょっと、あ、ここじゃないや。それをちょっとね、まずは釣りに行こうかなと思います。はい、というわけで砂漠にやってまいりました。記憶が確かならここでサーディンでいたんですよ。どうせバシバシ編集されてさ、釣れるところだけとかなるんだろうな。ワンピク目の可能性もあるんですよ、これ。あ、これ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 。あ、意外と早い段階で来たわ。これはあれか、配信者のなせる技かとか喋ってるけどね、どうせね、この喋ったらでも早送りされるんですよ。で、ちょっとね、早送り編集をしてて実は気になってることがあるので、ちょっと編集中のアルランディスさんにね、任せたいんですけど、めちゃくちゃゆっくり喋ったら、早送りしてても実は普通に聞こえるんじゃないか説っていうのを試そうと思います。というわけで、行きましょう。こんにちは、アルランディスです。どうですか？釣れますよ、ドン！でっかデロデロしてる、何これ、一旦もめん？あ、ハイネリアか。だ！これ！これ違うぞ、今までの。待て、引っ張れない。え、なんだこいつ、やばい。え、ゲージが減らない。うわ、これだ、これ激レアだ、絶対そうだ、激レアさんだこれ。やった、よかったよかったよかった。糸切れずになんとかなりそうですね、とか言ってたら切れちゃうんでね、ちょっと真剣に行きたい。きた！あれ？ハイネリアじゃね？は？リゾズス？
あーでもただあれですね、初めて釣った魚ですね。ありがとうございます。ある程度なら陸上でも生活できるように進化した伝説の超巨大魚。へえ、廃魚みたいなもんか。多分原始的な灰みたいなのがあってなのかな。陸上でそのもうある程度酸素が手に入るようになってるのか、もしくは根性で耐えてるのかの、どっちかですね。はい、というわけでここですね。ここね、1種類しか釣ってないんで、もしかしたらここあるんじゃないかなということで、ちょっと頑張ってみたいと思います。で、淡水なんですよ、ここ。淡水はね、ミミズ、ルア、フナなんですよ。で、さっき幻の古代魚がサーディン、海水の、まあ、餌として一番レアなやつで釣ったんで、多分フナで釣れるんじゃないかなっていうところを踏んで、ちょっとフナで何回かやってみたいと思います。よろしくお願いします。まあ古代魚って来てるんで、古代魚でしょうね。なんでしょうね、これ。あれなんだ、1揺れ目ってもしかしたら初めてじゃね。あれ、これレア魚の可能性ある、もしかして。ん、あ、これですね。フィッシャーマンという実績が解除さ、あ、ちょっとね、エミール、そんな顔でちょっと俺のこと見てほしくないんですけど、動画の構成間違えたな、お前みたいな顔で見るのやめてもらっていいですか。そんな目で見ないでください。はい、というわけでちょっと不安だったんで一応調べてきたんですけど、実績のフィッシャーマン、これを解除する条件が、あの全種類魚を釣り上げるだったので、ここにいる15種類で全部かなっていう感じですね。まあちょっと完全に、オオナマズとリゾドゥス、これ逆の方が良かったなっていうね感じですけれども、まあ一応これコンプリートしたということで、はい、おしまいにしたいと思います。そんな目で見るな、おしまいだよ。